はい、こんにちは、116インズです。すでに契約合意の報道は出ていましたが、今日ドジャースが先発左腕クレイトン・カーショーとの1年契約を正式に発表しましたね。カーショーはドラフト以来ドジャース一筋のベテラン左腕、たまに地元テキサスのレンジャーズでプレーするのではないかなんて話も出たりしましたが、正直ドジャース以外でプレーするカーショーの姿が個人的にはあまり想像ができず、今季大型補強を進めるドジャースに戻ってきて世界一を目指すことになり、ドジャースファンの方はもちろんのこと、ドジャース以外のファンでもカーショーという選手は好きという方も多いでしょうから、収まるべきところに収まったのかなと思います。カーショーはコンフ受けた左肩手術の影響で開幕には間に合わず、復帰は早くても今年の夏以降ということにはなっていますので、本格的に戦力となるのは後半戦以降とはなりそうですが、契約には2025年のプレイヤーオプションも含まれているとされ、夏以降1年半の戦力とも考えたような契約設計でしょうか。今回はこちらのドジャースとカーショーの再契約を中心にお話していきます。カーショーのこれまでの実績についてはもはや説明不要の領域かもしれませんが、通算210勝、ベースボールレファレンスサースのウィンザーオリプレイスメントで 79.9 も稼いでいる現在35歳の先発左腕、3月に36歳の誕生日を迎えます。オールスターに通算10回、サイヤング賞通算3回、投手としては珍しく MVP に選出された経験もあるなど、 MLB を代表する先発投手で、本当に一流の先発投手しかたどり着けない通算3000奪三振にもあと56に迫っています。今引退しても一発で殿堂入りできるくらい、それくらいの偉大な投手。30代中盤に差し掛かり、さすがに全盛期と全く同じとまでは言いませんが、それでもまだまだ1000球のピッチャーらしい成績を残していまして、昨年は24試合に先発して防御率 2.46、 ベースボールレファレンスサースのウィンザボリプレイスメントで 3.7 を記録。昨年のドジャース先発陣の苦しさはあれど、カーショーはエースとしてドジャース先発陣を牽引する活躍を引き続き見せてくれました。ただ昨年終盤は肩の状態に少し悩まされた部分もあり、基本的に投げても5回までとするなど、チームも彼を少しでもフレッシュに保とうとしましたが、ダイヤモンドバックスとの NLDS 第1戦では1回持たずに6失点、チームもスイープを食らってしまい、あまりに辛い終わり方となっていました。カーショーとしてもこれでは終われないという気持ちがあったことは、今回の再契約にあたって G アセチックの取材でも語っています。ということで、ドジャースにカーショーが戻ってきたわけなんですが、それにしても契約は破格の一言ですね。ベースサラリーは2024年、プレイアプションを行使した場合の2025年ともになんと500万ドル。2024年は順調に夏以降復帰し、6先発から10先発できれば追加で最大750万ドル受け取ることができるそうで、全て満たせば年俸が最大1250万ドル。2025年は2024年中に先発した試合数に応じてベースサラリーも元の500万ドルからさらに増えていくようなんですが、全てのボーナスを達成した場合の2025年の年俸は最大で2500万ドルであることを、ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者は報じています。なのでマックスで今回の契約は2年総額3750万ドルということになりますかね。今年は最低でもシーズンの半分は投げられないことですとか、30代後半に入る年齢のことなども考えれば、まあ最大の金額的にはそんなもんか、それでも安い気がしないでもないですが、まあまだなくはない金額と思いつつ、やはりベースサラリー500万ドルが衝撃。いくら手術の影響で復帰が今年の夏以降になるとはいえ、正直カーショークラスのレジェンドで、しかもまだちゃんと成績を残していることも考えると安すぎますよね。ホームタウンディスカウントとかの騒ぎじゃないくらいドジャースにとってお得な契約という印象です。ベースの金額がかなり安いので正直ドジャースにとってそこまでリスクではないでしょうが、カーショーに関してはあとは肩の状態が手術後どれくらい良くなったかが気になる点でしょうか。カーショー曰く7月から8月頃の復帰を目指しているようですが、とにかく万全な状態で戻ってきたいところ。昨年終盤は肩の状態の悪さを押して登板していたせいか、球速の低下が顕著で、9月以降に至ってはフォーシームの平均球速が 88.6 マイルと、昨年途中まで平均91マイル程度だったことを考えますとかなり遅かったと。それでも8月からの初先発で防御率 2.23 に抑えていたあたりはさすがですが、コンフの補強でドジャースは他にも先発投手を揃えましたんで、比較的順調にいけば昨年ほどカーショーに無理をさせる必要もなくなりました。ゆっくり時間をかける余地はあると。とはいえシーズン終盤、選手の疲労も溜まってくる中で、どこかでカーショーの力を必要とする場面はおそらくやってくることでしょうから、その時に完全復活を果たしたカーショーの姿を見られたらいいのかなと思っています。ドジャースはコンフ、山本由伸選手、タイラー・グラスナー、ジェームス・パクストンの3人をすでに新たに先発ローテーションに加え、さらに若手の先発候補も多数抱えていますので、故障リスクや計算の立ちにくさなどは気になりつつも、もともと戦争自体はオフが始まる前と比べたらかなり熱くなっていました。この布陣に順調にいけば夏以降カーショーが戻ってくることになったと。さすがに先発デプスという意味では十分すぎるくらいとなったんじゃないですかね。というかもう他球団からすればなんだよこれってくらいの豪華なメンバーですよね。羨ましい限りですよ本当に。
また少し先を見つめますと、今回カーショーの契約には2025年のプレイヤーオプションが含まれているため、来季もドジャースのユニフォームを着る可能性が高くなりました。カーショーはここ2年間共に1年契約に終始しており、だからこそオフのために引退するかもとか、地元テキサスのレンジャーズで最後プレーするかもとか、そういった話がちょくちょく出てきていたわけですが、プレイヤーオプションを含めてきたことで、ドジャースで最低でももう2年現役続行する意欲があることの表れとも捉えることができるのではないかと思いました。カーショーが2025年もドジャースでプレーとなれば、当然期待されるのはリハビリが順調に進めば、この年に本格的に二刀流復帰を果たすであろう大谷選手と一緒のローテーションを組むことですよね。ベッツ、フリーマンとの夢のような上位打線もまた注目されているところですが、来年のカーショーらと夢のようなローテーションを組むこともまた注目されそう。というか、大谷、山本、カーショー、グラスナウ、ミラー、メイ、ゴンソリンが最低でもいそうな2025年ドジャースの先発陣何なんですか。バグですよ、まったく。カーショーとの再契約により、コンフドジャースが獲得したまたは再契約を結んだ選手の一覧がご覧の通りとなりましたが、まあなんでしょうね、ちょっと次元が違うというか、なんというか、大谷選手との契約の後にグラスナー、山本選手獲得ときて、これでもだいぶお腹いっぱいの感がありましたが、そこから、テオスカー・ヘルナンデス、パクストン、カーショー、先日リリーフのライアン・ブレイジアともしれっと2年契約で再契約していましたが、これでコンフドジャースが総額ベースでコミットした金額はおおよそ12億5000万ドル、今の為替レートですと日本円に直して1860億円以上ということになると、もはや金額の規模がでかすぎてよくわからんことになってます。ちなみにファングラフスの推定によれば、ドジャースの現在の贅沢税計算上のペイロールはおおよそ3億1300万ドル程度とされていまして、当然ながら贅沢税で設定がある最大の敷地を余裕で超過していて、このままいくと贅沢税だけで5000万ドル以上課徴金を払うことになりそうですが、まあもはやそんなのどうでもいいと思ってそうなコンフの動きっぷりです。さすがにカーショーとの再契約でドジャースのコンフの大きな動きもこれで一段落とは思うんですけどね。どうでしょうか。カーショーとの再契約がある種ドジャースにとってコンフ残った最後の宿題だったと思いますので、一応ちゃんとそこまで終わりましたからね。と言いながらも少し気になるとしたら、ショートのポジションでして、現状のレギュラーは今季右膝前十字靭帯と外側側副靭帯の断裂という大怪我から復帰する予定のギャビン・ラックスになっていますが、ドジャースはショートの補強も目論んでいるんじゃないかという話はこのオフの間も出ていました。特に先日エースのコービン・バーンズをオリオールズでトレードしたブルワーズは、バーンズのトレード後にマット・アーノルド GM がさらなるトレード交渉にオープンな姿勢を明らかにしていましたので、今季オフにFAとなるショートのウィリー・アダメスに関してもトレードの可能性が完全には否定できなくなった。少なくともバーンズに対してオリオールズが提示したように、アダメスに対してもブルワーズが納得するようなオファーが来るようであれば、シーズン開幕前にトレードという展開もなくはないのかなと。ドジャースがそこに動いてくるのかは現段階では分かりませんが、もう十分だろうと思ったところからさらに前へ歩みを進めてきたオフでもあったと思いますので、アダメス含めショートの補強を狙ってくるのかはまだちょっと注目しておきたいポイントかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。